尖閣にね、やっぱり中国が盛んに船を出してきてるというのは、はい、やっぱりその今日本はその住民もいないし、それから自民党は2012年の選挙の時にね、尖閣に常駐させますとか、はい、船だまり作りますとか言ってたはずだけど、うん、やってないでしょ、そうすると中国が何狙ってるかっていうと、あそこは今日米安保条約の適用範囲というふうにアメリカも明言しているけれども、安保条約のその適用範囲の文言にはね、はい、現に日本政府がちゃんと日本が実効支配しているところっていうくだりがあるんですよ、噛み砕いて言うと、そうすると実効支配しているという明らかな姿が世界に対して見せていない限りは、アメリカは場合によったらあそこ実効支配日本できてないよねって言える、だからやられても、うん、俺は手出さないよと、一応安保が 法律があるんで、一応実行支配するとかだったらやられたら、日本のためにアメリカ軍が助けるっていうのは、これやらないといけませんよね、ところがアメリカもできたらやりたくないということですよね、そうです、だから中国はその本当に日本の実行支配に及んでるかどうか、姿勢喧嘩にあるかどうかということを曖昧にしたいんですよ、そのために盛んに船を出してきていて、で日本側がそれを毅然とした対応できなかったら、あ、これ半分はやっぱり領土紛争があるんだなと、っていうふうに世界がそれを受け止めたら、そのアメリカが日米安保を守ると言ってる前提が崩れるんですよね、あるいは逆に、中国の方が実効支配してるんじゃないのって言われたら厄介ですよね、これ、中国の船の方がたくさん入ってるじゃんって言われたらね、だから中国はだからその世界に向けて、これは日本は実効支配していないという、こういう前提を今作るために毎日やってるんですよね、